軽症物とは昼間において水上を航海中の状態も含まれるの船舶のマストに多船に識別できるように掲げられた表示物のことである操縦性能制限状態が終了して軽症物をマストから下ろしているアメリカ海軍の水平軽症物の形状と寸法は1972年の海上における衝突の予防のための国際規則 海上衝突予防法で細かく規定されている。形状は、球形、円錐形、円筒形、ひし形の4種類あり、色は黒色と決められている。それぞれの形状物の寸法、形状の規定は以下となる。球形、直径が0.6メートル以上円錐形、直径が0.6メートル以上で高さは、そこの直径と同じ円筒形。 直径が0.6メートル以上で高さは水平直径の2倍量計、直径0.6メートル以上で、高さがそこの直径と同じ寸法の円錐を、その底面で上下に結合させた形のものそれぞれの継承ものは1.5メートル以上の垂直間隔を、空けて掲示することが規定されている。ただし長さが20メートル未満の船舶は、継承物の垂直間隔を減じることができると、 している。使用しない時に畳んでコンパクトにできるように金属ワイヤーを骨組みにしてネットを張ったものが一般的である。規定の昼間とは日出から日没までのことではなく太陽が水平線や地平線の下にある白明時も含まれる。この時は10日と共に使用すべきであると規定されている。規定の長さ以上の栄光物を一列に引いて 航行する船舶、歩を用いたり、歩、機関を併用して航行中の船舶、巨浪に十字中の漁具を引く船舶、何らかのアクシデントが発生し操船が困難な船舶、座礁中の船舶、病泊中の船舶、会場で作業中の作業船、掃海作業中の船舶などは、規則で決められた方法にのっとり、白明時を含む昼間に置いて他船から、 よく視認できるように軽傷物を掲示することが決められている。1972年コールレッグ規則で規定されている軽傷物、突起20メートル未満の水上の船舶は軽傷物の寸法を規定より小型にできる。ありがとうございます。